はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日もアスタータタリクスやっていきたいと思います。はい、皆さん、鬼滅の刃コラボで、なんか、強化クエストに入ってるっていうことで、まだちょっとね、僕が昨日お伝えした、その黒板から入ってる方にはね、お伝えしとこうと思います。こっから入れます。はい。めちゃめちゃ素材とか手に入るし、ね、伝承石も手に入るから、ありがたいですね。ちょっとメダル交換所に関しては、これはちょっと期間がある、から、ちょっとどれから優先して取るべきっていうのをまたね、ちょっと考えて動画出そうかなっていうふうには思ってます。まあ、厳選したいから、まあ、そこのね、優先順位、厳選が先か、それとも、素材が先かみたいな話とかね、うん、できたらいいなっていうふうに思ってます。今日は、それの手前の話ですね。ガチャの話ですね。ガチャで、鬼滅コラボで、炭治郎、そして、煉獄さん、そして炭治郎年層と煉獄さん年層があると。いうことで、ここら辺のね、まあ、性能について考察して、どういう用途かっていうことだったり、シナジーがありそうなスタイルですね、をお話しできればなっていうふうに思っておりますので、最後までお付き合いください。ということで、まずはね、こちらを見ていただきたいです。はい。まずね、スキルからちょっと見ていきましょう。火の神神楽演武。スキル印象1消費することで、3ターンの間、自身の命中が50、必殺が30アップする。敵ユニット 400% の炎属性斬撃ダメージを与えると。これね、能力としてはかなりすごいですよね。瞬発力っていうのもすごいよね。で、あとはこのスキル印紙を貯める要素ですね。まあ、そこさえ押さえとけば、最大火力を出せるのかなっていうところですね。で、固有スキルは、攻撃仕掛けられた時、自身の仏棒を20、魔棒を12アップすると。で、スキル印紙を1消費することで、代わりに自身の仏棒が、これ2倍、すごいな、仏棒を3倍で、魔棒が2倍になると。これは持ってたら自動的に使う感じなのかな。だから、ここら辺の使い方は難しいかもね。鋭敏な収穫。嗅覚。間違えました。デュエル開始時。で、これ結構ね、汎用パッシブなんだけど、それに、炭治郎は、まあ、デュアル状態、または隣接している場合に、自身の仏も命中が上がるっていうのが追加されてると。で、リミテッドスキル。これ一突ですね。一突すると、隣接している敵が移動力0になる。これね、初めてのスキルで、ちょっと面白いなっていうふうに思ってます。自分がわざと隣接して、味方に攻撃させないようにするっていうところで、まあ、これまさにタンクって感じですよね。めちゃめちゃ役に立つなっていう。突散で覚えるのも、これもまさにタンクに欲しいっていうような性能で、攻撃仕掛けられた時、2ターンの間、自軍フェーズ開始時に、自身の瞳の 30% 回復する。で、自身の瞳が 60% 以下の場合、木の神神楽の、スキル印紙を1回復すると。めっちゃ便利だよね、これね。回復だけじゃなくて、スキル印紙獲得できるから、まあ、これね、受けて、貯めて、で、その次のターンで、ゲシュタルトバーストで、スキル因子使った火の神神楽撃って、大ダメージ、みたいなね。そういうシナリオが描けるよね。3突になると、まあ火力っていう面でも、まあ期待できるのかなっていう感じしますね。耐久を上げて火力まで上がるっていう風に考えると、めちゃめちゃ優秀だなっていう風に思いますね。しっかり3突してくださいねっていう性能になってますね。ただ、まあぶっちゃけ、3突まで、追わないんだったら、無凸でいいと思います。わざわざ、このために一凸にする必要はないと思います。出ちゃったら、それでいいと思いますけど。まあ、個人的には、スタマスを取りたいなっていうのと、あとは、コンプしたいっていうところと、ですかね。まあ、それを考えると、もう本当、その6体のうち全部は無理ですっていう風になった時に、じゃあ炭治郎は、スルーでもいいっていうのが、まあ、僕の見解ですね。そういう場合はね。配布の炭治郎がいるんで、まあ、そっちの炭治郎で我慢するっていうのもいいのかなっていうふうに思います。で、一応ステータスの方を見ていくと、これはね、タンク性能としてはかなりいいんじゃないかなっていう。純粋な仏棒だけで見ると、ギネマウアを超えてるっていうところがあって、それをね、まあ、変えてくるタンクの歴史を塗り替えるっていうような、まあ、そういう能力になってますね。ヒットポイントも余裕で、千何百とか、1400オーバーとかいっちゃうみたいなんで、なんか漏れる人は2000とかいっちゃうんじゃないですかね。もしかしたら。まあ、速も低くはないので、で、あとは運がめちゃめちゃ高いから、運って、必殺、回避、命中、必殺、全部関わるんですよ。微量ですけどね。でも、個人的にはスルーでもいいと思います。はい。煉獄さん。
はい。これが、炎の呼吸奥義9の方、煉獄。400% の炎属性斬撃ダメージ。範囲内の敵ユニットに 35% の炎属性ダメージを与え、禁止最大で4消費し、炎の呼吸1につき、デュエル後のダメージが 60% 上昇する。やばいな。1消費で 95% になる。最大で 275% になる。これはめちゃめちゃ強いね。やっぱ、煉獄さんは完全に火力特化になってますね。しかもこれめちゃめちゃ使いやすいん。で、安いんですよ。近距離アタッカーで、射程2からの範囲っていうのは、マジでね、偉い。単純に、自分の移動距離プラス1マス攻撃できるっていうのがね、単純に強いっていう感じですね。これが4回まで使えるようになるのかね。ちょ、そこまではわかんないんでね。はい、固有スキルが、炎の呼吸、神髄。デュエル時、自身のヒットポイントが敵ユニット以下場合、の場合。物攻、物防20アップ。敵ユニットより多い場合、命中20アップ。因子を消費することで、さらにアップと。うん、強い。普通に強い。この両方の条件持ってるっていうのが、マジで使いやすい。自分ね、条件も、ね、選べるし、ぶっちゃけ。高いやつ攻撃しに行くっていうのもあるし。あとはボス、バルバロイの時には、必ず、自分より高くなると思うから、まあ、こういうのが必ず発動するんで、いいよね。かなりいいっすね。鍛え抜かれた精神力。攻撃を仕掛けた時、もしくは敵ユニットの装備している武器の種類が斧の場合、これ結構汎用性の、その汎用スキルってやつね。みんなこういうの持ってます。でもこれ、能力上昇はね、かなり高いっすね。だから、バルバロイコロッサスとか、さっき言ったゴリラバルバロイとか、結構耐久力高いやつがいるんですよ。でもそいつ、呪かったり、するんですけど、もう防御力がめっちゃ高いんで、でそれに対して有利に取れるっていうのは、まあ、かなりでかいかなっていう。しかも相手の回避上げれれば、相手の攻撃もね、避けられる可能性も上がってくるんでね、めちゃめちゃいいんじゃないかなっていう気はしてます。リミテッドスキル、1突ですね。残りヒットポイントが2以上の場合、根性で耐えると。これはね、煉獄さんの超火力の中で、この根性っていうのは、めちゃめちゃ偉いですね。これはね、絶対一突欲しいっすね。これがあることで、コロシアムとかでも、一回耐えて、反撃して倒す、みたいなパターンっていうのも、できるんで、これはね、かなり汎用性が高いかな。使いやすいっすね。これをね、カスタムスキルじゃなくて、固有スキルで持ってるんで、わざわざ付け外ししなくていいっていうのが、でかいかな。責務を果たす覚悟。三突ね。一目には 50% 以下の場合、炎の呼吸、スキル因子、1回復。1人目が 20% 以下の場合、さらに2回復する。でも敵のターンで1で終わるっていうパターンがあれば、すげえ上がるんですよね。だからこの根性と合わせて使うと強いっていう。1になった後に、誰からも攻撃されないっていうパターンが必要ですね。まあ、いろいろ戦略の幅が広がりますね。ここら辺合わせて使っていくと、まあ、ここがすごい生きて、呼吸が根性で耐えた結果、スキル維持3つ貯めて、煉獄を撃つときに、これでね、スキル因子3つ貯めて、これを撃つっていうことが次のターンにできたりすると思うんでね。まあ非常に突3まで上げることで、火力を自分でこう担保していくっていう、まあそういうやり方が、まあできるって考えるとね、まあ非常にいいっていう。だからこの絆ガードとかも、そういう意味では役に立つかもしれないですね。うん。で、スタマスが、これがね、偉いなって思うのは、斬撃強化が多いってことですね。なんでかっていうと、敵にデバフかけられることなんですよね。物攻を下げられるみたいな。で、そのパターンの時に、ここの物攻は下がっちゃうんだけど、でも斬撃強化には影響ないんで、まあ、その分は、攻撃力が担保されるっていうのがあるんでね。まあ、非常にいいかなっていう感じですね。もちろん、シンプルに、物攻ってなってる方がね、わかりやすいし、いいんですけど、まあ、こうやってね、サブ特性としてね、武器特性としてついてるのも非常に。煉獄さんのパラメーターなんですけど、歩行型ブルーノみたいな感じで、守備力がブルーノのがちょっと高くて、あ、素早さもか。ブルーノのが高くて、で、技と運が煉獄さんの方が高いっていう、まあそういうような感じになってますね。運用的には似たような感じでできると思います。煉獄さんの場合は、さっき根性があったりとか、ダメージ受けてた時の能力強化がスキルであるので、そういう意味では、防御力がね、ちょっと低くても、まあいいんじゃないかなっていう。まあその分ヒットポイント持ってあげたりとか、防御力その装備とかでね、調整してあげたりとか、することでいけるんじゃないですかなっていうふうに思います。まあシンプルに強いっすね。まあちょっとこれはね、取っときたいっすね。この先のキャラの性能わかんないけど、まあ忍さんが超回避キャラになりそうっていうのはあるんだけど、
まあ、煉獄さん以上の火力を持ってるやつは出てこないんじゃないかなって気がしますね。これはちょっと、スキル的には、まあ、かなり強いかなっていう。まあ、わかんないけどね。ちょっと、原作のことをね、見てはいるんだけど、アニメをね。だけど、ちょっと深くはわからないので、みんなの設定を。なので、ちょっと想像できないところがあって、っていうとこですね。で、連想、最後に、パパッと言えます。で、これが、炎属性と鬼滅ユニット、っていうことで、これがね、もし、手に入った時に、でも、鬼滅キャラはそんな凸はないと。いう時に、お待たせしました。アーサーがダブついてる皆さん、アーサーが使えるようになりますよっていう、まあそういうような連想にもなってるかなっていう気がしますね。アーサーを聖騎士っていうね、特性上育てればね、攻防両方できるっていう。だから、しっかり育て、まあ中途半端になっちゃうと、まあ両方ともできないみたいになっちゃうかもしれないんだけど、まあこういうのをちょっと合わせて使って、まあしっかりとね、特性を活かしてあげるっていう。杖も装備できるから回復もね、場面によってはね、できたりとかするんで、使い方がね、わかれば非常に使いやすい優秀なキャラじゃないかなっていうふうには思ってるんでね。ただね、凸は進んでも装備がなかったりとかで活かせないっていうパターンが多かったんで、みんなの中でね、倉庫版。ほんと最初リセマランキング1位だったんですけどね。だけど、あれ？でもこいつよく考えてみたら使わなくね？みたいな、使いづらくね？みたいな話になって、徐々に使われなくなってったんですけど、まあ、貫突してる人もね、結構いると思うんですよ。僕も三突なんですけど、そこまで来て、この年数があれば、まあ、使えるんじゃないかなっていう。鬼滅ユニットと組んだり、あとは、ブルーのフレンと組んだり、っていうのができると思います。ブルーのもフレンも、避けるっていう感じではないんで、避けるっていうふうにもできるんだけど、避けるっていう感じではないんで、そういう年数がないから。だから、逆に言うと、こういうので、防御上げる方が、戦いやすいかもしれない。そういうとこですね。で、最後、煉獄さんのやつ。で、これはね、斬撃強化。さっき言ったんですけど、斬撃強化は偉い。で、カスタムスキルが減少量に応じて必殺がアップなんで、煉獄さんのスキルとかにマッチしてるなっていう。もちろん炭治郎にもね、結構、いいなって感じがしますね。ただめっちゃ気になるのは、20% ごとに6上昇し、最大で30アップするって書いてあるんだけど、5倍じゃないですか、30って。20の5倍って100じゃないですか。30アップするタイミングでは死んでるってことですよ、ね。実質 24% みたいなね、ところはありますが。まあ、これもね、斬撃強化。炎の星5って、エクセリア以外はみんな斬撃なんで、今のところね。ネズコは斬撃じゃないと思うんですけど、みんな斬撃なんで、その斬撃ユニットを組ませると、かなりいいんじゃないでしょうかね。はい。さらに、ちょっと追加で話すと、僕は持ってないんで、欲しいんですけど、レイバテインの年相があって、この炭治郎にめちゃめちゃマッチするんですよね、これが。これがね、ちょっと貫突になると必殺アップもつくんですけど、このユニット防御と必殺回避が上がるパーティーでね、これは結構でかいかなっていう。で、剣装備っていう風になってるんで、まあ、鬼滅キャラは全員対応してるし、当然、剣装備でユニット固めれば、みんなこれがね、発動するっていうのもあるんでね。これがちょっと使えれば結構でかいなっていうのと、あとこの継承者の剣っていう刀のアクティブスキルがあるんで、これが超欲しい。これはね、刀を使う上で、これを持ってるか持ってないかで結構アドバンテージ出ますね。奥義、呼吸使わないと奥義最強に力出せないじゃないですか。でもこれ、耐久3消費で、マックスでね、40% 必殺上げてから200%のダメージ与えるっていう。マジでやばいんですよ、これ。アクティブスキルの中でも一番強いんじゃないかな。鬼滅用にね、作られたっていう風に考えてるので、僕はね。まあこれね、鬼滅キャラで染めたいって思ってたら、これはね、狙った方がいいと思う。ただ、これ既存のやつだから限定ではあると思うんだけど、まあいずれ手に入るっていうのもあるんで、まあ無理に追わなくてはもういいと思いますけど、ただシナジーはめっちゃあるよっていう話。というわけでね、まあ長々と話してまいりましたが、鬼滅のね、キャラ、年相をね、獲得した方がいいか、スルーか、っていうところだったんですけど、年相の方はね、もっと必要に応じてっていう感じですね。で、スタイルの方を、まあ、煉獄さんをね、優先して取った方がいいかなっていう。で、炭治郎をめっちゃ使いたいっていう人は、炭治郎の年相をね、ぜひ取った方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん。炭治郎の特性をめっちゃ活かせるんでね。あとはまあ、他の炎属性ユニットにも使えるから、うん、っていうとこですね。はい。
最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。